こんにちは、ルールーです。今日は一人でお買い物をしています。うわぁ、こんなところに可愛い女の子が。家を出てすぐに得体の知れない生き物に声をかけられてしまいました。これは一体何という生き物なのでしょうか。こんにちは、君の名前は。私の名前はルールーです。あなたは何という生き物ですか。俺様はクッパって生き物なんだ。ねえねえ、ルールーちゃん、よかったら俺様とデートしない？いけないのです。クッパは火を吹く。火を吹いたらルールーの綺麗なお髪が燃えちゃう。お髪が燃えたらプリキュアのファンたちが悲しむ。プリキュアのファンたちが悲しんだらプリキュアを見てもらえなくなってしまうのです。だからルールー、絶対にクッパとデートなんてしちゃいけませんよ。なんだなんだ、こいつ心配しすぎだぞ。心配しすぎではありません。クッパは危ない生き物なのです。なんだと？うるさいやつだな。お前なんかこうしてやる。なのです。それ大変です。エミルが絵の中に閉じ込められてしまいました。窮屈なのです。嫌なのです。けちゃくちゃうるさいお前なんか絵の中に閉じ込めてやる。この絵は色を塗らないとエミルは元に戻らないんだ。さ、ルールーちゃん、俺様とデートしよう。普通にタイプではないのでお断りです。普通に振られた。なんだ、俺様のことをかっこいいと思わない女なんて知らないと。じゃあね、俺様もう帰る。バイバーイ。大変です。エミルが絵の中に閉じ込められてしまいましたね。確か色を塗れば元に戻ると言っていましたね。動画を見ている皆さん、私と一緒にエミルが元に戻るのを手伝ってくれませんか。いいねボタンを押していただき、ルールー頑張れとコメントをいただければ、私エミルのこと頑張って色塗りしますよ。皆さんありがとうございます。それでは一緒にエミルの色塗りしていきましょうね。それではエミルの塗り絵スタートです。まずはお髪を塗り塗りしていきますよ。次はリボンを塗っていきますよ。真っ赤でとっても可愛いリボンですよね。エミルに似合っています。
横のリボンも赤色ですね。塗っていきますよ。ここも赤色です。お洋服のこの部分はピンク色ですね。この部分は黒ですね。黒と赤の組み合わせ、とってもおしゃれですよね。ここも黒です。背中もリボンがありましたね。ここは赤色で塗っていきますよ。おっと、お髪のこの部分塗り忘れていました。次はお目目です。エミルのお目目は情熱の赤、それから可愛らしいピンク、そうそう、こういうお目目ですよね。口の色も塗って、お顔の色も塗りにしていきますよ。腕の色も塗り塗り。ここも塗らないといけませんね。エミルの塗り絵、出来上がりです。色をつけたので元に戻るはず。さあエミル、早く元に戻って元気なあなたの声聞かせてください。エミル、動画を最後まで見てくれたみんなのおかげなのです。ありがとうございます。なのです。エミル、元に戻ってよかったですね。今度から無茶は気をつけてくださいよ。私のことを心配して助けてくれるなんて、ルルーはやっぱり私の親友なのですね。いえ、他人です。いやいや、親友ですよね。他人です。エミルが元に戻ったのは、動画を最後まで見てくれて、いいねボタンやコメントをくれた皆さんのおかげですよ。他にもプリキュアの楽しい動画、たくさん配信していますので、ぜひチャンネル登録マーク押して、アソブームを登録してくださいね。エミルのルール、プリキュアたちが、皆さんの楽しい毎日をお守りいたしますよ。それでは今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。バイバイなのでーす。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの
場面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると朝ブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録して朝ブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると朝ブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも朝ブームよろしくメリ。